はい、シャコ女子高級中学の皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、いかがお過ごしでしたか。校長先生、お久しぶりです。元気ですか。はい、元気です。はい、元気そうですね。今世界中でね、困難な状況が続いてますけれども、今年もこうして、オンライン交流会を開催することができて、大変嬉しく思っています。好在那个疫情的现今，我们还可以用这样子的方式来做。曙光女子高中的各位，大家好。最近大家过得怎么样？虽然现在全世界依然处在艰难的抗击疫情的状态下，但是今天我们能以这种形式召开线上交流会，我感到十分高兴。今回のプレゼンのテーマは、SDGs、持続可能な開発目標の一つである、男女 平等を実現しようということです。諸校も、諸院も女子校です。リサーチを進める中で考えさせられることも多かったのではないかと思います。皆さんのプレゼンを楽しみに聞かせていただきます。这次的主题是关于联合国持续发展目标其中的一项，实现男女平等。因为曙光和张英都是女子高中，所以大家在推进调查的过程中需要去思考的东西应该会很多。我想请大家以演讲的形式让我了解一下大家对问题的看法。後になりましたが、準備してくださいました、諸校の先生方には大変感謝申し上げます。この会が生徒たちにとって今後の学びの糧や自信となる、なりますことを願って、開会の挨拶といたします。よろしくお願いします。最後、我想向曙光高中所有参与这次活动准备工作的老师们表示诚挚的感谢。这次线上交流会希望对大家来说成为今后努力的动力，不断钻研新知识的自信。